時間か。修行を積んでくるんだな。残りは空に飛んでいるあれだけか。そこ下にいる不尊な平民はよく聞きなさい。なんだ俺のことか。よくもこの私の兵士に傷をつけましたね。帝国法に基づく平民が貴族に反逆した場合、貴族の裁量でその平民を処罰できることはご存知かない？はあ、たわごとならよそで言ってくれ。この私の行事を妨害した貴様にはこの場で判決を下しましょう。判決は決定。おい、あれまさか。うわ、どうです、そろそろ後悔の思い。あ、この音は。条件でもう一度勝負だ。おっさん、あの野郎の飛行艇によって。